後半 OK は面白い、面白いけど、ただブラドラガールなんでこちらそんなに困らないかな。エンジンもやれちゃうよ。スキルを打ち続けるだけ。あ、チビドラがずれた。やつがすごい機敏すぎる動きが。チビドラ一本もったいないですね。無駄死にしちゃいましたね。ただやれるでしょう。はい、やれた。やれましたね、全部。皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのが、多分気になってる方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。今、新ガールで出てる、ブラドラガール。あのキャラ、話題に上がらなすぎではないでしょうか。はい。ブラドラガール使っていきます。実際今どうなのと。ブラドラガール、全然使ってる人、見ないんだけど、と。思ってる方ね、いらっしゃると思うんですけど、エンジェルきすぎだろ。今回はね、そんなね、ブラドラガールを使って、エンジェル来すぎだろと、行きたいと思います。一致団結しますか。一致団結。砦が欲しい。足2枠も引いてるんで、絶対的に砦が欲しい。素晴らしい。で、下のライン多分剣士触らないかな。いや、太っちょが触るか。ギリ触りますね。まあ、こんな感じで行きましょうか。おーっと、まさかのここで、パンダが登場して、なかなか剣士の方に行っていなかった。チビメタを召喚し、いや、いいダメージであるものの、カエル切りが痛すぎる。さあ、墜落。こうなるときついですよね。ブラドラガールで行きましょう。うおー、タイミングよ。とんでもないタイミング。しかし、だいぶ切ってくれましたね、お相手パンダを。なので、こう、ウサギ行きましょう。ウサギで圧をかけていく。で、パンダが同じラインにいるんで、切れないんですよね。おやつを。さあ、これでパンダ全部切ってくれました。ウサギちょっとね、2枠使ったんですけど、まあいいでしょう。問題はこの後。まあ、チームメタでまずここ圧かけていく。上はアラルちゃんですね。もう相手いないんで、パンダ。あのパンダをなんとか倒せれば熱い。倒せそう？倒せてない？あれ、パンダどこ行った？パンダどこ行った？何？パンダどこ行ったんだ？パンダじゃねえ。ここを、ブルドラで行く。さて、問題はこの後、バホメット来るか。さあ、無茶法が決まってる。砦が取れる。倒せる。ここなぁ。あ、ナイスすぎる、それでかっ。で、ここ行こうか。はい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 。まあ、多分ね、これね、来ると思うんですよね、お相手の。オッケー、抜けた、素晴らしい。ワープの瞬間、剣士召喚時の無敵時間とかではなく、当たり判定が消えるんですよね。まあ、本体も無敵なんですけど、当たり判定が消えるので、おかげさまで、当たり判定が消えてくれたおかげで、虹ゴスはかなり危なかったんですけど、ウサギがバホメットを無視して、城に到着することができました。点差勝利。はい。それでは2戦目いきましょう。まあ、ブラドラガールがね、何かしてたか、わからないと思います。流れていたパンダを倒した。リリスを削った。以上。以上。正直、ブラドラガールは、なんか、何かとセットして戦うのが強いだけで、単体の性能はかなり低いと思うんですよね。中型戦でものすごい強いキャラっていう印象。なので、砦を削る、れるキャラが絶対に必要。例えばですけど、まあ、ウサギでもいいですし、こういう足タイプのキャラを引いて、砦を奪えるキャラを引いて、そして、うん、取れそう？もう一発は打たせられず、まあ、しゃあなし。はい、ここはちゃんと重剣士で考えましょう。倒す。裏技で止める。
で、こういうガタガタ通りで嫌なんですよね、流れちゃうんで、レバンドライド車で。この通りで一番困るんだよなぁ。まあ、クリフラ行きますか。食ったのは偉い。まあ、吐き出さないでほしいなってぐらいですね。さあ、もう一回クリフラ。なんですけども、はい、銃剣士はラビット重ねる意味はあまりないんですけど、ちょっとだけ殴ってくれるよというところですね。ここは倒せないですけど、ちょっと時間かけましょう。で、これ以上ウサギを中型には切れないんで、送っていく偉い、それはガチ偉い。正直ね、まあブラドラ行くか。ブラドラガールは火力が高くないって話をしたじゃないですか。なので、こういう大型が来たら、じゃあブラドラガール合わせるかってならないんですよね。合わせても火力足りないよねって話なんで、ここで相手のスキルを避ける無敵時間を使ったタイミングでチームメタを召喚し、チームメタで倒していく。ただね、お相手にまだね、レードラがいる。あ、いないか、もう全部切ったか。じゃあ、知らないクレフラ行きましょう、もう。ここをね、削り切らなければもうドローなんですけど、もう正直無理っすね。これブラドラから来ても結局これ逃げられるんで意味ないんですけど、ただそもそもって感じっすね。ここのね、こういう潰しの性能がすごい、あ、取れちゃったんですけど、これ潰しの性能が高くて、今みたいに中型戦が強いんですよ。なので、まずこういうガタガタしてる配置戦いづらいし、中型がわってなる状態を作らなきゃならないんで、そもそもね。レードラとか、ああいうストップかけて時間使われちゃってみたいなキャラ来ちゃうと、正直何もできないよねっていうところがある。相手が大型も使って、すごい攻めてきてくれるタイプだったら、意外と頑張ったりするんですけど、まあ、かといって、じゃあ守れるかっていうと、守るには火力が足りなくて、で中型を潰して後ろの後続キャラにもダメージを与えるっていうことをしたいんですよね。ただこっちから攻めないと、相手のね、キャラがね、要は、レードラ1本で完結みたいなタイプで出されちゃうと、正直何もできないっていうところがある。ただし、まあ、今でも流行ってるね、ブルードとか、あそこら辺には結構強気に出れますね。まあ泡からでも何でも始まって、スキルが飛んでってブルード本体を潰してくれてみたいな。引きからでも結構スキル発動してくれるんで、それがうまくいくと熱いかもしれないですね。ブルードラガールズが開幕出てくるなんて見たことないけど。今見た。ほう、マンドラゴラ。はい、ユウスケ。あ、もうキメラ行きましょう、正面から。謎ブルガでしたね。まあこれで多分引っ張ってくるんじゃないかなと思いますけど、まあ、あ、こういう時は強いですね、もちろん。で、ここでちょっとキャラ出るの遅くて触られちゃったんですけど、まあ倒せるでしょうと。で、ここでスキル打ってくるじゃないですか。で、ここで潰してくれるんですよね。で、ここの中型をゴリゴリに潰してくれるこれが強いんですよ。まだこれ潰してくれるじゃないですか。なんでか、お相手後ろ見てないんですよ、さっきから。なんなんだ？天負けしたいんかな？天負け、落城負けしたいんかな？落城で、落城負けできれば溜まるよみたいなやつ。わからんけど。そのブラドラガールズ、今みたいな状況の方が強い印象。相手がこうやって攻めてきてくれたら、結構強気に出れる気がする。ま、さすがに相手がブルガだったんで、ブラガじゃなくてキメラ切りましたけど。はーい、それではラストいきますか、ラスト。ブラドラガール。ま、一応新キャラってことで今優先枠には置いてるんですけど、枠外にしてもいいかなって思ってます、正直。弱くはない。まあ、まだ使い方を研究されきってない感はあるんですけどね。間違いなく。
ただちょっと使った感じだと正直そこまで評価は高くないといった印象。もう取られる、取られましたね。そしてまさかのそこでそう来る、ちょっと予想外すぎる展開。そしてなんか取られてる、でワープして後ろに逃げた。お相手後ろに逃げましたね、この展開で。でエンジェルゲーを始めてる。なるほど、面白いですね、その動きは。面白いけど、ただブラドラガールなんでこちらそんなに困らないかな。エンジェルもやれちゃうよ、スキルを打ち続けるだけ。あ、チビドラがずれた、やつがすごい機敏すぎる動きが。チビドラ1本もったいないですね、無駄死にしちゃいましたね。ただやれるでしょう。はい、やれた、やれましたね全部。全然怖くなかったな。さあチビドラも火炎、火炎で燃やして、まあキャラがねちょっと今あとキメラぐらいしか残ってないのが気になっちゃうんですけど、まあチビドラいるんでそこもやれるでしょうって感じでやってもらって、はい、おやつも取って、あ、なんか取れそう、ラッキー。あれもチビドラ正直怠慢でいいっすね。でもうコストもあり余ってるんで、もう絶対勝てます、完勝です。相手が中型とかを切ってくれたらね、キメラ切ってもいいですけど、多分これ大砲打ってくると思うんで、剣士だけでいいっすね。一生両サイドに流しましょうか。すげえガスの剣士いるわ。というわけで完全勝利ありがとうございました。ブラドラガール今回頑張りましたね。まあ相手のキャラが悪縁と、まあバフォメットでしかも後ろと、なんかいう感じだったんでね、ブラドラガール刺さりましたね。エンジェルにも刺さった。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ブラドラガールでございました。まあ評価としてはこんな感じ。ちょっとまあ強キャラではない、いいポジションにいるキャラだと思います。なんかちょうどいいのか、まあ普通っていうのが妥当なのかなっていう、強キャラではないかなっていう感じがします。刺されは強い時はあるんですけど、まあ、前のトレントガール、昔のトレントガール弱かった時のあれよりはひどくないんですけど、なんか強化前の、いやどうなんだろう、ブルドラガールズにちょっと近いんですよね。ブルガーリーダーとかは結構強いんですけど、リーダーじゃない時のブルドラガールズって別にそこまで弱くはないけど強くはないよねみたいな感じのポジションと、まあ、似てるなっていう印象で、まあ、もしブルガーブラドラガールを使うなら個人的にはフォアドラガール使います。裏ならね、リーダーだったらブルガーは面白いと思いますけど、リーダーじゃない時のブルガー、まあ別に弱くはないんですけどって感じの評価なんで、はい、その中で選ぶなら正直フォアガかなって。で、トレガーはどうって話になるならば、トレガーはトレガーでいいんじゃない、面白いよってなります。はい。ちょっとまた音消えましたけど、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。画面が止まってます？画面が止まってますね。なので、よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。